接近戦で好戦的ガンガン前に出ていきたいと話していました。どのようなまずは仕掛けがあるか注目して見ていきましょう。第1試合です。まあ、背中が見えているのが勇気ブレイブに対して前田が前蹴りを積極的に仕掛けていきます。ローキックからコンビネーションを仕掛けていきます。クリズムをまず倒したのが前田です。はい、キックを有効に使えています前田。またここも前蹴りから始める攻撃、身長差8センチ前田が上回っています。今背中が見えているのが前田、またここも倒しました前田翔太です。宮田さん、ここまで立ち上がり前田がよく出ていますね。そうですね、右のローキックとあと組んでからも2回今自分が上になった状態で倒してますね。やっぱり身長差を生かしてますよね、リーチというか、はい、ナイスタッチ。そして会場ではムエタイならではのこの BGM、 そして香りも独特なものがこの会場内漂っています。マークさん、こういった香りというのがムエタイらしさを感じますね。そうですね、これ体に塗ってるオイルかなんかなんですよね。こういうなんかちょっと鼻にツンとくるような メンソールみたいな、なんかすごくいいですよね。タイオイルの香りが出ているというこの第1試合、勇気ブレイブリー対前田翔太の試合です。右側が勇気、奥今正面顔が見えているのが前田です。第1ラウンド半分が経過、残り1分25秒、激しい打ち合いとなっています。第1ラウンド、勇気ブレイブリーは自分より身長が高いと思うのでハイキックに気をつけていきたい、一方の前田は相手がパンチでどんどん前に出てくると思うのでうまくさばきたいというふうに試合前に話していました。宮田さん、ここまででいうと勇気が前に出るというよりかは前田がうまくこの間合いをコントロールしていますね。そうですね、ただ勇気も今蹴りがまあ2発ぐらい右のローが入ってきたんで、いい前蹴りです前田。背中の部分、勇気少し赤くなってきています。身長では8センチ上回っています。青のグローブ、背中が見えている前田翔太、残り30秒です。ハイキック、しかしキャッチしてカウンターを当てようという勇気でした。ムエタイルール、肘なしで行われています今日のオープニングマッチ。お互いに手数が多くなっている第1ラウンド、両者ともにクリーンヒットというのはここまでありません。ここで第1ラウンド終了です。宮田さん、まず3分間が終了しました。いかがだったでしょうか。まあ、お互い攻撃が出てていいんじゃないですかね。最初はちょっと前田君の攻撃がヒットしましたけど、ゆうき君も持ってかせない形でそんなにまあ1ラウンドは差はなかったかなと思います。このようにラウンドガール、鼓動ガールが会場を彩ってくれます。マークさん、この3分間見て印象いかがでしたか。はい、そうですね、前田選手は首投げが結構効いてるような気はするんですけれども、でも勇気ブレイブリー前へ前へと出ようとしているところが、まあ、次のラウンドどうなるのかなと。前田はローキックや飛び膝からうまく自分のペースに作っていきたい、一方の勇気ブレイブリーはボディやローキックで削っていきたいと話していました。その両者の狙いという部分では宮田さん、いかがでしょう。確かにそうですね、こっからでしょうね、2ラウンド、まあ、どっちがいわゆる自分の主導権持っていくのかなっていう、3ラウンドしかないので、はい、第2ラウンドが始まりました。赤のグローブが勇気ブレイブリーに対して青のグローブ、左側が前田翔太、首相撲を組んでの展開に変わります。うまくローブのあたりに押し付けてから膝を入れる前田。はい、宮田さん、至近距離で肘がないというのは、はい、攻撃の展開も少し変わりますよね。そうですね、肘打てれば肘につなげたいところですけど、でも前田君もえげつないですよね、踏み方がちょっと腕を顔に押し付けるようなところもありましたし、先ほどのロープ際の攻防あたりで、これちょっと少し勇気の耳あたりが赤くなっている、先ほどのその影響でしょうか。そうですね、
掴んで前田選手はもう膝でしょうね、ここも勇気が倒されました。首相撲はいずれも前田に軍配が上がっています。どのような突破口を開いていくか、勇気ブレイブリー、こうなっちゃうとパンチ打てないですよね。勇気君もパンチ打ちたいですけど、その前に組まれちゃってますね。ちょうどいいショートレンジの距離感をぐっと前田が潰してくるような感じでしょうか。潰しますね。ですがマークさん、その中でも勇気は前に出ることはやめませんね。そうですね、ちょっと大振りなんですけども、これがなんか当たったら怖いなっていうようなパンチも出してますよね。オーバー気味のこのロングフックが勇気当たればという、そんな可能性。今いいジャブが入りました。そうですね、勇気です。ボディからコンビネーション、クリーンヒットはありませんが、少し前田も嫌がっているように感じました。飛び膝かわします。ショートレンジでの攻防が続いているこの今日のオープニングマッチ。ハイキックかわします。勇気見えています。前蹴りを食らっても前に出続けます。宮田さん、このように身長差8センチありますと、はい、やはりリーチが長い方が有利と言っていいですか。まあ、そうですね、戦い方にもよると思うんですけど、今のところはやっぱり前田君のリーチの身長差が得をしているように見えますよね。残り30秒となる第2ラウンド、ガツガツとした試合展開、第1ラウンド第2ラウンドも続いています。前田の背中のあたりも少し赤くなってきています。右側青のグローブが前田、左赤のグローブが勇気、近いコンビネーションです。身長差を生かして腹に膝を入れる前田。宮田さん、こういった攻防ですね。そうですね、もう前田君はやっぱりこのラウンドしっかり取りに来てますね。スタミナ面、そしてポイント面を見てもこういった攻防が重要になってくると判断した前田です。 M1 ジャパン53キロ契約、3分3ラウンド、延長なし、肘なしルールです。右側が前田、そして左が勇気。スロー映像をご覧いただいています。第2ラウンドです。このようにハイキックに対してはやはり警戒しているような感じではあります。そうですね、しかし前蹴りやミドルが前田はよく入っていますね。宮田さん、前蹴りもいいですよね。この前田選手が今回の M1 の代表のウィラサクレックさんのところの本部のミノアのジムで練習している選手なんで、やっぱり日々タイの選手と、タイのトレーナーだったり選手と一緒に練習しているんで、やっぱり動きはいいですね。はい、マークさん、うん、3ラウンド目どんなところ注目して見ていきますか。そうですね、勇気ブレイブリーが結構ちゃんと見ているような感じがするんで、なんかこれはちょっとなんかあるんじゃないのかなっていうのを期待したいですね。3ラウンドに波乱がちょっとなんか前田選手がスタミナこの1と2でいってんのかなとは思うんですけども、どうなのかな。延長はありません。最後の3分が始まりました。大振りです。これかわしました前田。また首相撲の展開です。倒そうとしてここでブレイク、倒す前にブレイクが入りました。勇気としてはこの首相撲に関してはもう割り切った方がいいというふうに考えますと、どうでしょう。そうですね、まあ、どうしてもね、激しくいく、これがなかなか逃げられないんでしょうね。お互いにスタミナ消耗して疲労感というのも少し感じるようになってきたか。ここの腕のパープラチアット、飾りの部分が少し気になったか、レフリーが一度確認しました。試合が再開されています。ここも組んでいきました。倒せば倒す分ポイントが入ります。前田がすべて首相撲は制しています。勇気がここからどのように挽回するか、宮田さんどう見ますか。そうですね、もうちょっとローキックなりね、2ラウンドまで蹴れればダメージも与えられたんですけど、
マイコとブレイク後にパンチを、そうですね、なかなか当たら届かないですね。腕でうまく相手との距離感を制してかわすという前田です。背中が見えているのが勇気、奥が前田。しかし勇気は変わらず強打を続けます。3ラウンド目に入ってレフリーが止める場面が多くなりました。前に出る勇気、ニュートラルコーナーあたり、うまく首相撲で潰したようにも見えた前田です。はい、勇気はこの右のロングフックをなんとか当てようというふうにも宮田さん見えますが、いかがですか。 そうですね、そこにかけてますけどね、さっきから何発も振るってますけど、そのたびにちょっと捕まっちゃってますね。マキさん、残り30秒となりました。なんかこれぞこうムエタイの首相撲をこうたっぷりと見れてるような感じが、もう逃がしてくれませんね。すごい。また前蹴り、前田2発入れました。相手が入ってきたところをすぐに捕まえて首相撲の展開に変えます。ここに来て勇気が倒した形。はい、3ラウンド目もう残り10秒を切っています。ファイナルラウンド終了、ファイナルラウンド終了。3ラウンド目が終了しました。勝敗は判定へと移ります。かなり前田、勇気ともに消耗したような試合にも感じました。3ラウンド目、勇気がこのニュートラルコーナーあたりで追い詰めたかなと思ったんですが、前田がうまく腕を絡ませましたね。宮田さん、ここでしたね。確かに、やっぱり前回、今データ見たらやっぱ9月の試合でお互い前回の試合負けてるんですよね。だからやっぱり勝ちたい気持ちがぶつかった試合ですけど、まあ組んでの攻防でやや前田選手が上回ったかなって感じですね。勇気ブレイブリー対前田翔太の一戦、第1試合判定です。ジャッジの集計結果を発表します。ジャッジ30対28、青コーナー、ジャッジ29対28、青コーナー、ジャッジ秋山30対28、青コーナー。以上3対0、勝者は前田翔太。3-0判定勝ちとなりました前田翔太です。宮田さん、はい、前田の判定勝ちです。そうですね、これでちょっとブランクがあって9月復帰したんですけど、まあ、2戦目で3勝目を飾ったということで、まあ、来年まだ活躍期待されるんじゃないですかね。はい、マークさん、勇気ブレイブリーは接近戦を望んで積極的に仕掛けていきました。その点どうでしたか。そうですね、この、まあ、リーチの差とムエタイのルールっていうのにこうやられてしまったんじゃないの。これにだから肘も入っていたらもうちょっと怖い試合になってたのかなと思います。オープニングマッチ勝利で飾ったのは27歳オーソドックススタイルの前田翔太でした。